生理中のお風呂どうしてる実は女性も知らない生理のこと生理の悩みや重さは人それぞれデリケートな話題だけに異性にはもちろん同性でも共有しにくい多くの女性が痛みや不安を隠して生活しているので生理について誰もがなんとなくしか知らないのが現状だそこで今回は生理にまつわる悩みやあるある最新情報をかわいらしいイラストでまとめた一冊を紹介する。 1>, 1月8日、整理中ですが発売された。本書は、韓国のパク・ボラムさん、ミン・ウネさんによるインスタグラムの投稿が元になっている。日本語版は、更年期の教科書でもおなじみの産婦人科医、高尾美穂さんが監修を務めている。 生理中の入浴気をつけることは生理ってどうしてなるのこの生理痛って普通 ?PMS 月経前症候群とは生理不順生理中の入浴について生理ってうつるのなど本書で取り扱う内容は大人でも自信を持って答えられない話題も多い例えば月経前症候群 PMS なんと世界中の妊娠可能な女性の75%つまり4人に3人が PMS に悩まされているという。 また生理中の入浴は良くないという人もいるがお風呂に入るのはもちろん OK むしろ清潔にしていないと質の健康にも良くないナプキンをしていると密閉状態になり外陰部が湿ってしまうため細菌が繁殖しやすくなるそれを防ぐためにも生理中は特に外陰部をきれいにするよう心がけようただし石鹸や専用のソープなどは使わないこと室内まで洗うと常在菌の種類が変わり pH バランスが崩れてしまうという湯船に浸かるのも OK 体を温める 生理痛の軽減と血液循環に役立つ出血が気になる人はタンポンや月経カップを使うのも一つの方法だ。女性なら誰もが生理を経験しているのに誰にも話さないのよね。 著者のパクボラムさんミンウネさんは自分たちの辛い生理体験を誰かと共有したくてインスタグラムにイラストとともにアップ韓国で大反響を呼んだたとえ相手が嫌いでも生理用ナプキンだけは貸してやると生理をきっかけに女性同士の絆が生まれるほど生理は世界中の女性にとって共通の悩みだ本書では医学的な話から生理にまつわる悩み生理あるあるなどなかなか共有できない最新情報までを掲載している 常に自分という目を持って生理と向き合う監修の高尾さんは、この本はこれからの時代の整理取説ですという。 そもそも私たちには身体の仕組みについて理解する機会や対策方法を学ぶ機会が決して十分ではありません。そのためいろんな情報をインターネット上で手に入れようとしたとき目立つものに目がいってしまいます。仕方ないのかもしれませんが長く生理と付きあっていくからこそこれからは正しい情報をブラッシュアップされた新しい情報を自分の目で賢く取り入れていってください。体はあるがままという状態が自然で望ましい姿ではありますがその状態が辛かったり困っているのであれば 対策にはいろんな方法がある時代なんだということをぜひ知ってくださいじゃあ自分なりに他にはどういう選択があるのかなと前向きに変えていこうそう考えていけるはずです常に自分という目を持って生理と向き合うことこれこそが生理に振り回されずにいける上手な対処方法になると思います目次は以下の通り第一章男には絶対わからないしんどさやっぱり生理は大変 第2章実は生理のことよくわかりません第3章社会の真ん中で生理を叫ぶ第4章生理もギアを選ぶ時代スペシャルコントリビューション産婦人科医高尾美穂先生生理の悩みには大人が気づいてあげられないこともある手に届きやすいところに本書があれば初めて生理を迎えた子も不安が軽減しそうだ大人にも役立つ情報が満載なので母子で正しい知識を身につけられる 著者監修者プロフィールパク・ボラムさん本育大学国際デザイン専門大学院教授女性が生理で辛い思いをしていてもそれを隠していて実際は生理についてよく知らないという事実に注目同大学の民運ウ研究員と共同で生理の本を刊行 生理は全ての女性にとって人生の一部であるというのがモットー。ミングーネさん、本育大学国際デザイン専門大学院研究員、パク・ボラム教授とともに生理に関する多様なコンテンツとプロジェクトを展開する。高尾美穂さん、産婦人科専門医、女性のための統合ヘルスクリニック、イーク表参道副院長、東京慈恵会医科大学大学院修了、同大学付属病院さん、婦人科助教を経て現職、医療、ヨガスポーツの3つの活動を通じ、専門的な知識 気を分かりやすく伝える啓発活動に精力的に取り組む著書に超簡単ヨガで若返りが止まらない一番親切な高年期の教科書などがある